まもなく2番乗り場に列車が参ります。危険ですからホームの内側へお下がりください。まもなく2番乗り場に列車が参ります。危険ですからホームの内側へお下がりください。お待たせしました。快速、タ
番号アンバツ1号アナバの下行き、まもなく発車いたします。完全防備どうするとか普通に今からもう流されてる。ここからも流されてる。ここからも流前さ、ラーメンチーズ入ったらそっちで炙るじゃん。いやいや、やばすぎ。いやいや、もうちょい痛いよ。前やん、こっちが前やん、前やん。入ってる。今は電車帯を入って消えるの。
Thank you.
到着いたします。ここ福知山市大井町は主典当時などの鬼伝説が語り継がれる町です。昔大井山で悪事を働き人々を困らせていた主典当時と呼ばれる鬼は源の頼光によって毒の酒を飲まされ酔いつぶされてしまい、その首を打ち取られたと伝えられております。大井駅の目の前には鬼の町の玄関口にふさわしい鬼ヶ原公園がございます。鬼ヶ原公園には鬼ヶ原72個が集められた屋根付きの鬼の回廊がございます。その他、鬼がアヒルコの酒を飲む様子を表した鬼の酒噴水や鬼の街灯、鬼のマンホールなど公園内は全て鬼一色で統一されており、いろいろな表情をした鬼たちが散策の道しるべとなってくれます。また食べ物では大山鬼伝説にちなんで作られたとても大きな1つ 480g の鬼まんじゅうや笑う鬼と書く正気の中からの名物がございます。
けれど。なんで？知人ではない。来た向こうから、ね、あ、なんとかさんデザインって向こうの人であると思う。何？人は公務しか知ってる。あ、すごーい。雲がでかいよ。めっちゃリッチやん。めっちゃ高そう。そこには古くからの地場産業でした。
行われております。一枚一枚に込められた伝統美の手すき技術が咲いている名産品が展示され、予約をすれば和紙作りの体験もできます。この大井山に鬼伝説が伝わっており、主典当時はこの付近を根城に悪さをしていたと言われております。正面に見えるピラミッドのような形をしている山は氷室ヶ岳です。氷室ヶ岳は宮司でも入れない聖地と言われております。その下の小高い丘の上に白い鳥居が見えてまいります。この鳥居が、この鳥居から300メートル、220段の石段を登ったところに、元伊勢皇太神社がございます。伊勢神宮といえば、三重県にございますが、天照大御神の夢のお告げによって、三重県に移される前に、ここにあったと言われており、三重県の伊勢神宮の元になったということから、通称、元伊勢と呼ばれております。初詣には毎年8万人が参拝されます。また元伊勢皇太神社は日本で2つしかない珍しい黒木の鳥居や君が代の歌の中にあるさざる石という岩、樹齢2000年のご神木がございます。綺麗かったな。プロみたいな。全然違わないけど。違います、ね。違いますね。全車乗ってる。これはデザイン、これ
ターマリクみたいな。マリカちゃん。チャーワー。ちゃいます。電車の上に観光。
はい、いたします。扉閉まります。ご注意ください。まず扉ご注意ください。お待たせいたしました。丹後青葉通知号天橋立行き、まもなく発車いたします。前髪死んでます。今日前髪死んでます。死んだわけや。なんでなんですか？青葉死んだ。出たで。Thank you.
か。ラーメンのように、数学のものや
衣がついたものなど、お店によって味を楽しむことができますので、ぜひこの機会に宮津カレー焼きそばの食べ比べをお楽しみください。私が、あれ、しました。ご利用の上、3番乗り場へお越しください。
次の小松から終点の天の橋立まで列車の進行方向が変わります。ピアスでは11時6分まで止まります。発車までしばらくの間お待ちください。お待たせいたしました。改札丹後青松1号天の橋立行き、まもなく発車いたします。お楽しみいただくこともできます。
お見立てでは日本三本所に数えられる四音津の御本尊モッチェ菩薩のご利益にあやかったあんたたっぷりと乗せられた柔らかなお餅知恵の餅が有名です。このお餅を食べると知恵がつくと言われております。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点阿賀の橋立です。お出口左側2番乗り場に着きます。次の終点阿賀の橋立では前後ろともドアが開きますのでお近くのドアからお降りください。運賃切符は駅の改札口にてお渡しください。お乗り換えのご案内をいたします。阿賀の橋立より先与謝の京都高宮犬山阿弥の豊岡方面普通列車豊岡行きは11時33分1番乗り場から発車いたします。豊岡方面へお越しのお客様は1番乗り場でお待ちください。本日も京都三都鉄道三都青松号をご利用いただきましてありがとうございました。車内でお忘れ物なさいませんようお気をつけくださいませ。まもなく終点阿賀の橋立です。